さんこんにちは、はるかねです。今日はこういうね、ダイソーで買ってきた材料を使って人形のね、首輪などアクセサリーを作っていきたいと思います。で、ビーズですけれども、あんまりね、こう大きいとお人形さんの首にネックレスなどね、作った時にボコッとしてしまうので、できるだけビーズはちっちゃくて、でもワイヤーでね、作っていくので穴の大きなもの、ビーズは小さくて穴は大きいという感じのビーズを選んでいきます。それからワイヤーはアルミ製で、だいたい1ミリぐらいのやつが一番使いやすいです。で、このね、ビーズケースにこちらを入れていきます。はい、こんな感じでビーズをケースに入れてきました。で、お人形も用意してみました。はい、こちらからおびつ21、リカちゃんと同じサイズで、おびつ 27MW、 こちらはジェニーちゃんと同じサイズ、そしてこちらはバービーと同じサイズになってます。じゃあこのワイヤーとビーズを使って、これらのね、お人形にぴったりのサイズのネックレスを作っていきたいと思います。はい、では協力者をご紹介します。こちらが8歳で、こっちが3歳です。3歳でも作れるかな。はい、では頑張って作っていきましょう。はい、ではまずはワイヤーを切っていきます。これ下ね、台紙方眼紙なんですけれども、だいたい 5.5 センチになるように切っていきます。よいしょ。で、もう一本、そして端処理をしていきます。ちょっと待って、端っこを丸めてこんな感じに留めて、ここにね、ビーズを入れていきます。留めて、はい、じゃあ3歳児さんどうぞ。はい、じゃあお姉ちゃんの方ができたので端処理していきます。最後ね、5ミリぐらい残して作ってもらって、よいしょ。出だしと同じようにね、端処理します。そしてキュキュッと曲げたらネックレスの完成です。3歳児さんもできたので、最後ね、5ミリぐらい開けて終わってもらって、はい、最後端処理してくるっと曲げて完成です。はい、こんな感じでね、あっという間にたくさん完成しました。こちらが8歳児が作ったもので、こちらが3歳児が作ったもの、そしてこれが大人のはるかねが作ったものです。で、シンプルにね、こうワイヤーだけのネックレスとかも可愛いですし、一色でもね可愛いですし、まあ金色とか、ちょっと中心部にね、こう赤いの持ってきたりとか、あと好きなようにね入れたものも割と可愛くできてると思います。それでは実際にね、人形につけていきたいと思います。これね、アルミのワイヤーでできてるんでね、形が自在に変えられるので、簡単にね、こう子供の力でもはめることができます。で、ジェニーちゃんサイズも一緒かな。はい、こんな感じで、そしてバービーサイズはこんな感じでね、簡単にね着脱できるので、作るのもねすごく簡単なのでおすすめです。は
い、こんな感じで指輪にもなります。アルミのワイヤーでできてるんでね、非常に簡単にくにゃくにゃと曲がるので、小さいね子供さんでも扱いやすいかなと思います。で、3歳児でもね、このワイヤーにビーズ通すだけなんで簡単に作れます。この端処理だけね、ちょっと大人がやってあげてください。で、これやらせておくとね、子供たち非常に静かなんで静かにしといてもらいたいときはぜひおすすめです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。